1938年、アンシュルス後の親衛隊上級地区の指定。親衛隊地区、親衛隊上級地区は、ナチスドイツの親衛隊が、全ドイツに設置していた、行政区画。地区ごとに指導者が置かれ、一般親衛隊は地区ごとに指導者の指揮を受けていた。親衛隊の地域区分としては、もともと突撃隊に習って、親衛隊集団とその下に、 複数の新衛隊地区が置かれる形で区分されていた。しかし1933年に新衛隊上級地区が新設され、その下に複数の新衛隊地区が置かれる形に変更された。新衛隊地区はさらに複数の新衛隊連隊を保持していた。ハインリヒヒムラーは1937年11月13日に、 新衛隊及び警察指導者を各地域に設置したが、新衛隊上級地区の指導者がこれを兼務するのが通例であった。ただ新衛隊及び警察指導者は第二次世界大戦中のドイツ国防軍占領地域にも設置されていたのに対して、新衛隊地区は一部を除いて第三来避内部にのみ設置されていた。新衛隊上級地区はいくつかの 新衛隊地区で構成され、通常は新衛隊中将か新衛隊大将によって指導された。また、非公式の故障として1933年に SS が用いていた上級集団が存在した。SS 上級地区は45区の SS 地区に細分化され、そこには一般 SS の新衛隊連隊が配置されていた。SS 連隊には、 127個の徒歩連隊と22個、騎兵連隊が存在しており、SS 連隊は、大隊中隊小隊分隊半で構成されていた。さらに、1944年11月に、SS 上級地区は、17個の医療中隊15個の公平中隊18個の自動車中隊を有していた。 第二次世界大戦中の再編によって SS 上級地区は国防軍の軍管区とほぼ一致した範囲となり1933年の時点で12区であった SS 上級地区は1938年には14区になりさらに1941年には19区1944年11月時点で全23区となった新衛隊地区は 複数の親衛隊連隊からなり、通常は、親衛隊少将、または、親衛隊上級大佐によって指導され、規模は、陸軍の一個旅団に相当する。また、非公式の故障として、下級集団と呼ばれていた。親衛隊連隊は、親衛隊地区の指揮下にあった。SS 連隊は、通常、親衛隊大佐が指揮を取り、3から4個大隊で編成され、 通常戦から3000人の人員からなった。軍隊と同様、規模は陸軍の連隊に相当しており、第 I3 大隊は上勤部隊として編成され、第4大隊は予備部隊となっていた。また、一般新衛隊やその下部組織である SS 騎兵連隊、さらには新衛隊独路部隊や新衛隊特務部隊といった。 すべての SS 部隊は連隊ごとに分けられていた。SS 特務部隊では、1935年以降、陸軍の水準に達するために独自に再編が行われたが、これは SS 長官、ハインリヒ・ヒムラーから不況を買った。1945年の時点で、一般 SS の徒歩連隊は交渉では127個連隊となっていたが、そのほとんどは白紙の存在であり、 ヒムラーが定めた目標水準にさえ達していなかったという、ありがとうございます。